それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴどうすりゃいいのか全くわからない。あなたが追いつけって言われたけど、そんなの無理じゃん。どうすりゃいい。恭一さんのやり方ってなんだっけ。なんじゃ我れやんのか。こら殺すぞ。こら須藤と申します。ごわウマヅラハギ。うわ、ダメだ。恭一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたね。そうか、変わりましたよ。なんていうのかな、以前はもっと単純で具体的でしたけど。それだけ藤原が成長してきているってことは、俺はな、リーダーバトルでエースの藤原にあえて課題を投げかけるという仕事だ。藤原が短期間のうちにメキメキ進歩していくのはそのおかげですよ。うすうすは感じてましたけどね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手があることでした。全てを予定通りにコントロール。高すぎるハード藤原の前に出てしまった。レールと車輪との接触面での摩擦の割合、ミューが低ければ低いほど、ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーより、コントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うほほ、滑ってる滑ってる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。うわやべえ、迫力あるぜ。私からしてクリアだ。ほほ、2000の重量は1両がおよそ33トン、しかし相手の300系はおよそ15トン、倍以上のウェイト。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な条件が揃っている。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利の鍵。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことは今まで一度もなかった。いや、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったか。この雨がクソなんだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方だ。リスクを冒してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ、300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト G のダウンヒルエースがついていけないのか。ついつい嫌がって、だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。恭一さんのやり方ってひょっとしてあれのこと。恭一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。くそ。
なんだよてめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。渡りの8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今アザミの通過したってさ、40〜50メートルの通過しよう。わからない、頭がクラクラしてきたぜ。線が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに、俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれぬぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがるぜ。分かる、全のボディ全体から伝わってくる。濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るように分かる。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回か、せいぜい2回。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんです。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。うっげえ、なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。やっぱ自分がこんな速い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うんなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水けみりの煙幕が視界を遮る。ただでさえ見にくい夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水けみりで視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。バケモンかよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスだ。絶対離されない。水煙に遮られた視界をものともしない藤原のプッシュは、東道塾の第2ラウンドでブラインドアタックと同じ性質なので、目から入ってくる情報が不足していく。頭の中に浮かべるイメージでそれで行ないです。藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアークは限界スピードを瞬時に見極め、目印の前でエールに狂いやすい。全てはイメージだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点かもしれない。すげえ。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。何が何だか分かんねえけど、すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターのためだ、通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら、凌介さんは。来る。この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣き所なんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。ダメだ、マジわかんない。カウンターじゃないとすれば、一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。
絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。もう時間ない。考えてる暇ない。わかんねえな。行くしかない。やったー、来ましたよ池谷先輩。俺店にはいなくなった。バカな、ありえねえ。二子玉川までピカッと前哨灯が張り付いていたはずだ。店が消えた。ありえない。一体どこに消えたってんだ。そんなことが。私闇に紛れてドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてきて、文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこよりこっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。何差がついてるのか。今は自分の走りに集中しろ。だって相手が見えないのはあっちも同じだ。